環境政策しっかりと鎌倉市に訴えてまいります。はい、今ですね、私は栗原議員のですね車の後をドライバーの方と、追いかけています、彼女はご自分でね自分の肉声でね皆さんにやっぱり伝えるというねスタイルをやっぱり崩されてないんですね。やっぱそこら辺がやっぱり政治家としての姿勢がねやっぱり出るんですよね。私の父の故郷が浄妙寺、母の故郷が大町、そして私が実家がありますのが今泉台、そして現在夫と一緒に、そして猫と一緒に山の内に住んでおります。生粋の鎌倉っ子としてこの地で育ったわけですが、私子供の頃鎌倉の海で泳いだんですけれども、鎌倉の海今私の子供時代と全然違ってしまいまして、プラスチックのゴミがものすごいんです。このプラスチックゴミ、目に見えて赤や黄色や緑や青や、なんだか貝殻を拾いに行ってもですね、そのゴミの方が目立ってしまって、なんか悲しくてしょうがないんです。この環境問題というのはとにかく取り返しがつかなくなる前に取り組まなくちゃいけないと思っております。鎌倉にシロナガスクジラの赤ちゃんが流れ着いたことがありまして、このシロナガスクジラの赤ちゃん本当は母乳で育っているそんな赤ちゃんですけれども、この赤ちゃんのお腹の中からプラスチックがいっぱい出てきた。でこれ国立博物館が研究対象としてそのクジラのお腹のゴミの中身を調べている、そんな状況ですけれども、環境問題ってほっとけないなって私思うんです。鎌倉は海があります、山があります、自然が豊かです。こういった生物多様性、これを大事にしないと結局はこの食物連鎖や循環の過程の中で何かが淘汰され絶滅すれば最終最後人間も絶滅するというような、こんなサイクルに陥ってしまいます。私はそれを大変懸念しております。環境をしっかり取り組まなくては取り返しがつかないことになってしまう、この心配をいたしました。そして1年半前、私栗原恵理子、気候非常事態宣言に関する決議というのを議員提案させていただきました。まず議員になって初めて取り組んだのが海の豊かさを守ろうという SDGs の理念、これを一つの決議といたしました。プラスチックをなるべく資源循環に回していただこう、そしてそもそもリデュース、発生抑制、これをやらねばならないと私栗原恵理子思いまして、プラスチックの決議をいたしました。ありがとうございます。